第1問。この漢字何か書くでしょうか。はい、制限時間は10秒10秒です。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。というわけでここまでです。さあ皆さん、お分かりいただけたでしょうか。なんか違うお分かりいただけただろうか、じゃなくて、こちらですね、正解はですね、なんと、あ、なんか用意しときゃよかったな、バーンってなんか出すやつね、まあいいでしょう。正解はなんと、言葉だけになっちゃうけどね、正解4角でした。残念だって言いたいこれどう考えても四角じゃねえよっていうね。で、私、これね、1、2、3、4、5って習ったんですよ、確か。多分ね。なんならこう。いや、こう。いや、まあまあまあ。なんですけど、なんならちょっとあれだね。今なんなら書いてもいい。書いてもいいね。ちょっと書いてやろうじゃん。納得いかないもんね、俺ね。ちょっとね。これちなみになんでこんなことやってるかっていうと、先日ね、ちょっとクイズ、私がやってるね、クイズで出たんですよ、これ。問題として。何画ですかって問題出たんですよ、これ。これだってさ、1、2、3、4、5。てか、そもそもだけど、こうじゃないですか。これ、こうじゃないですか。で、なんていうの、まあ、パソコンとかで打つ文字とか、多分スマホとかもそうだけど、こういう、これじゃないですか。だけど、こうじゃないんですって。あのね、画数が1、2、3、4ですって。4角ですって。いや、ここどうした、ここどうしたの、ここ。ねえ、忘れてるよ、ここ。これ何、これ。だったら、こうしなさいよっていうね、この、なんていうの、この、解消体っていうかわかんないけど、おかしいでしょ、これ。これ、納得いかないですね。確かに、まあ、その問題ね、五角っていう選択肢がなかったんで、四角か六角で悩んだんですよ。でも絶対四にはならないだろうって思ったんで、6選んだんですよ、私。まあね。どう考えても1、2、3、4。だからまあなんか無理やりこじつけたんだよね。なんだっけな。1、2、3、4、5、6みたいなね。で、六角じゃねえかって無理やり持ってったんだけど、まあ、正解四角なんですよね。いや、これ、どういうことなのこれ。まあ、ちょっと調べてもよかったんだけど、そこまで調べなかったんですけど、まあ、多分ね、字って成り立ちが絶対あるんですよ。ね、この字ができるまでに、これね、比較の比とか比べるっていう字なんですけど、まあ、成り立ちがあったとは思うんですけれど、納得いかんぞこいつはと。これね、個人的にほんとね、と思ったんで、ね、ちょっと動画を作らせていただきました。これでね、皆さんもね、このね、四角だって、あ、今なんかすげえあれだけど、まあでも全然納得いかないですけどね。まあどう考えてもこうだろって私は思ってるんですけど、こうなんですって。1、2、3、4ですって。はぁみたいな、みたいな感じですけどね。かなりやさぐれてますけどね、本当に。いや、結構私ね、書き順とかって意外、まあ、なんていうかね、割と私ね、漢検2級準2級準1級ちょっと忘れちゃったんだけど、まあ結構いいとこまで取ったんですけど、なんだけどね、割とだから漢字には自信があったんですけど、結構書き順ね、なんだっけな、結構ね、書き順、間違ってたなって思うのがあったんですよね。たまにテレビっていうか、まあ、ずっとテレビっていうかクイズ番組やってると思うんだけど、たまに見るとね、そういう書き順クイズみたいのもあるんだけど、マジかっていう間違い結構してるんだよね。なので皆さんもね、ほんとね、まあ別にね、まあでも受験生とかだったら一応ね、買っても書き順の問題なんか出ねえか。ね。いや、でも納得いかないっすね。まあそういうこともあるんですよって。どう考えてもこうでしょう。何これ。こんなことあります？
別の字じゃないですか、言ったらね。まあ書いてるあれも変なんですけど、いやー納得いかないですね。私は本当にもう本当もうプンプンですよ、プンプン。激横ですよ、激横。激横プンプンもあるけど、確かに。もう激横ですよ、本当に。プンプン。なんか変なっちゃったけど。なんならあれか。てか私でもお絵描きのセンスないからね。お絵描き動画しちゃう、こっから。なんかあるかな。なんか、あとあれか。なんか一時期絵描き歌みたいなの昔ありましたよね。なんかこのヘノヘノモヘジみたいな描くやつ。なんつないどうやったっけな。何をやってるんで、そしてみんな一体何を見せられているんだっていうね。まあ、マスコットキャラクターみたいなの書いてもいいよね。てか、まあ、私の一応ね、アイコンが、まあ、ただの顔持ち君なんですけど、私のアイコン。どうも、サルウィンです。はい、でもこういうさ、むしろこの黒丸を置きたいな。これなんで今こんなかすんでるんだっけ、そういうあれにしてるのかな、ちょっと覚えてないんだけど。どうもっていうね。まあそんな話はいいんですけど。というわけでね、まあ皆さんね、この、火っていう感じね。四角らしいので、納得は全然いかないんですけど、どうやら一般的には四角らしいので、この動画で覚えて帰ってください。本当に納得はいかないんですけどね。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。